ご立派社会貢献が。はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。新春をごとほぎ、一言ご挨拶を申し上げます。2014年今年もブラジュ TV を何卒よろしくお願いいたします。ということで始まりました、火曜日の、8時から、新潟ポンデリングの時間ですが、そうですね、昨年の最後に、ご出演いただいたのが清水真美子さん、ミスターブラックですね。一生懸命4年間ねバイトされてたその清水真美子さんからのご紹介で新年一発目ご登場いただいたのはこの方でございます。さあ、それではカメラに向かって自己紹介の方をよろしくお願いいたします。新潟大学の教育学部学習社会ネットワーク4年生の高村真理香です。高村真理香さん、はい。新潟大学4年生、はい、ということは、もう卒業でございます ね、 そうですね、はい。就職の方は？就職は決まりました。おめでとうございます。新年一発目ね。もう祝い事でもっといきますが、はい、どちらの方に？仙台の、うん、保険会社さんに就職することになります。 おめでとうございます。保険のことだったらこれからは高村さん。仙台、はい、また遠いね。そうですね、地元が山形県で、うん、あ、山形出身の、はい、そうですね。山形県はどちらの？山形市です。山形市、はい、山形市、どの辺だよ、山形市、どの辺ですか？山形の真ん中。非常にざっくりとした説明ありがとうございます。山形の真ん中、ね、そう、新潟の人が行くとするとさ、米沢とか、ね、あとは酒田とかですね、はい、それからあとは蔵王とかですね、はい、はね、はい、出かけていくんですけど、うん、山形市って桜も有名だっけ？あ、はい、そうですね。桜もと、あとラフランスが有名です。ラフランスね。はい、なんか、その山形市の特徴みたいなのある？特徴は、うん、夏が暑くて、うん、冬が寒いです。夏が暑くて冬が寒い。はい。そう考えるとあれですの、新潟で4年間、はい、まあね、うん、学生として生活をされて、新潟どうですか？はい、新潟は、うん、西区のあたりは動きやすく南部なんですけど、はいはいはい、でも風がすごい強くて、うん、海沿いだから海風なんですかね、うん、なんか夏とかもいつも風が強くて、うん、傘とか必要、なんかいつも壊れちゃうし。そうね、はい、傘はね。いやでも高村さん、山形だからってことじゃないでしょうけど、はい、目がクリッとしてて、色がさ、白くて、ねえ、すごい綺麗で、いやいやいや、何かあれですか、その、バイトか何かされていらっしゃいますってことですか？はいはい、バイトはミスタードーナツで働いています。あ、はい、なるほど、そうだ、もう年またいじゃったから、俺もちょっと忘れてましたけど。そうです。清水さんもミスターローナツ、はい、でそのバイト先で知り合って、はい、まあ、お友達になり、はい、そして清水さんに幸せをもたらしたのが高村さん。ということでよろしくお願いします。はい、そのミスタードーナツでずっとこうバイトをして、はい、ああ、ミスドいいね。なんかミスド可愛い子多いんだね、じゃあね。あ、そうですね。テラホテル。はい、いっぱい、ね、いっぱいいますので、ぜひ来てください。時給アップですよね。広告宣伝費の力が生まれますという。いや、そう、あ、こう行こう、あ、行こうと、はい、俺行ったんだ。そう、あの後行きました、はい、行きました、行きました、はい、買いました。何を買ったかと聞かれると、忘れました。でもミスタードーナツのね、本当その品揃えが豊富なので、うん、覚えるのも大変ですよね。そうですね、うん、そこでバイトしながら学校生活をね、はい、送ってこられたということなんですが、はい、さっきちょっとお聞きしたら、はい、学習社会ネットワーク、はい、これその過程ね、教育学部の中にあるんだけど、はい、どんな勉強をされるのかな？ですね、うん、なんか結構幅広いことをしてて、うん、なんか心理学というか統計学というか、そういうことであったり、あと社会学、うん、
の勉強をしてるんですけど、でなんか研究室で分かれて、はい、で私は心理学って発達心理学っていう、幼児とかそういう子たち の、 その発達していく過程みたいなのを勉強する研究室に入りました。あ、でもさ、その発達心理学ってすごく今重要な分野じゃないですか。いろんなことでこれからものすごくそのニーズの高まる分野だと思うんですよね。ね、え、ちせ子さん好き？はい、大好きです。いや、もうぴったりだと思うんですけど、それがあの保険の方に進まれたというのは、何かその保険の方に魅力があった？あ、なんかちっちゃい子、その保育士とかにもなりたいなっていうふうに思ってたんですけど、はい、まあなんか私の学科からは、まあ、入れ、幼児教育の先生とかにはなれなかったので、保育士とかはなんか資格試験とかなんか取れるんで、いつかもし機会があったら取りたいなとは思ってます。いいですね。まあ、例えば神奈さんがね、ご結婚されて、ね、ちょっとこう落ち着いた時にまたじゃあもう一回ね、小さいことを触れ合ってみようかとか、ね、そういうのいいなさあ、それでもう、この春に新潟を去られて、山形の方に帰って仙台宮城の方で、働くと。はい、そうですね。実家から通うの？はい、でも1時間ぐらいで着くは着くんですけど、大変だと思うので、最初のうちは実家から通って、お金貯まったら一人暮らししたいなっていうのは思ってます。現実だね。お金が貯まったらということなんですよ。普通慣れたらとかね、あの彼氏できたらとかそういう話になったりするんですけど、そのね、いいね、今のね、素晴らしい。さあ、それで、まあその山形の方で、生活されてたのが、まあ、今度逆にね、あの新潟の方に来て信頼で4年間、いろんな学生生活の中で楽しいこと、悲しいこと、嬉しいこと、悔しいこと、ね、たくさんあったと思うんですが、その辺のことを含めてですね、これから写真を見ながら、ね、深村さんにいろいろお話を聞いていきたいと思うんですが、それではまず1枚目の写真でございますが、これ時計ですよね。はい、時計。はいはいはい。その研究室で幼稚園に見学に行く機会がありまして、その時にあのちっちゃいお子さんにプレゼントしていただいたので、自然に残ってて今でもお家に飾ってあります。今でも飾ってあるの、すごいな。ちっちゃいでしょう。はい、ね、輪ゴムで留めてなんか、あ、あの後ろにちょっとこう線が見えてるのが、あれ輪ゴムなんだ。はい、そうです。それでちっちゃい子、そのお子さんが腕にはめてたので、自分でたまれないかなと思ったんですけど、輪ゴムだったらでもはまったんですけど、喜んだでしょ、はめたら、ね、そうでね、やっぱ作ったのに、はめてくれるなんて言ってね、でも血が止まったりですね、手のところにギューッとね、線が入ったりするんですけど、でもこういうのがあったりするとさ、もう一回ちっちゃい子と接したいなってやっぱり思いますよね。ましたね。いや、もう宝物がね。はい、宝物ですね。ね、いや、それでは、次の写真を行ってみたいと思うんですが、ドンときましたが、あら、またこれはまた分野だってございますが、はい、こちらは、はい、これは、私が入ってるシャトルズというバドミントンのサークルの同じ学年の4年生のみんなで集まって飲み会をした時の写真です。すっごいね、人数いっぱいいるね。はい、これがフルメンバーですか？シャトルズもっとたくさんいる。そうですね、シャトルズってなると、まあ、1、2、3、4年生全部含めて結構もっと大きい感じなんですけども、4年生になると、まあ、だんだんサークルに、私もなんですけど、サークルにあんまり顔を出さなくなるっていう傾向がありまして、でもさ、4年生になると就職活動とかいろんなのがあるからね、それはまあ社内といえば社内よね。いや、でも盛り上がってますね。はい、まあ、男の子もかっこいい子おいしさ、女の子もかわいい子おいしさ、ね、結構なんか戦いになったりしなかった？いや、高村さんのことってこう熾烈なバドミントンでの争いみたいな。そんなことはなかったですね。お
俺の射程受けてみろってね、男同士で、あれ当たると痛いじゃないですか、バドミントンのシャトル、すっごい痛いでしょ。はい、バドミントンのそのシャトルが一番、いろんな球技の中で一番球速が速いって聞きました。どうですか、その速い球速の球はスマッシュとかこうやっちゃう。私は素人で、大学から始めたというか、そこまで本格的にはやってないんですけど、まあ、私は結構見てたりすることの方がむしろ多いぐらいで、周りで、まあ、でも経験者の方もいるので、その人たちの見てると早いなって思います。なるほどなるほど。このサークルに入ってからやっぱりなんかいろいろ変わりました。そうですね、なんか結構みんな賑やかな子たちが多くて、高校生の時よりもなんか積極的になったかな。ああ、いいねいいねいいね、はい、やっぱりそういうのね、あの新しい人たちの出会いで自分がこう積極的にこう変わっていく、そういうのがやっぱりあの就職活動の中でも生きてきたかな。そうですね、それは思います、私はもう大学の時サークルでこんな楽しいことやりました、これだけ一生懸命やりましたみたいなね、話ができるっていうのはいいですよね。これも大学っぽいね、あの後ろに新潟大学って透けてますけどね。これは何の写真ですか。はい、これも、サークルの4年生の一部の子たちで、タピオカジュースを新大祭で販売した時の写真なんですけど、タピオカジュース、はい、いろんなメニューがあって、はい、いろんな人たちに営業というか、どんどん販売をしてたんですね。ね、あの、あれしなかった、こう引き込みとかさ。あ、はい、しました。私はその係で、なんか調理班とその呼び込み係というのがあって、私は呼び込み係をしていて、結構通る人通る人に無理やりどうですかみたいな感じで。あ、なるほど。いました。兄さんいい子いますよ。そんな感じのね、いい飲み物になりますよ。危ないよ、危ない。正月は困るよ。さあ、そのメニューを見るとすごいメニューがあるんですが、はい、ちょっと見ていきましょうか。ミックスドリンク、なかなかですね、ミックスドリンクは、ね、バナナとか、販売されてる商品をそのまま使ってみて、はい。さあ、もっとやった。もうちょっと来ようよ、もうちょっと。で、その次がマンゴー。はい、これもまあ、ね、王道です。ココナッツ、はい、いいですね。ショコラ、これもいいね。ショコラとミルク、ね、黒ごま、ありましたね。その次があるんですが、これ、バニラミルクって何でしょう。バニラエッセンスみたいなのを入れて、バニラ風味のミルクみたいな感じにしてました。あ、そうかそうか、アイスクリームに牛乳かけたみたいなものとちょっと違うね。でもね、俺その隣にもっと興味あるんですけど、あのブルーハワイミルクってさ、はい、あのまあこれはおじさんの勝手な考えですけど、ブルーハワイってあの透明なね、青いのが夏を連想させるので、美味しいかなと思うんですけど、あれが白く濁ったブルーハワイミルクってどんなもん？パステルカラー。パステルカラー。あの完全に混ざりきるんじゃなくて、はい、こうなんつうんですか、あのですね、そういうことでございますね。自分もちょっと微妙。自分も微妙なんだってさ、ほら、ね、危ねえな。まあこういうのを販売しながら、頑張ってきたということですね。楽しそうだね、でもね。楽しかったですね。はい、それじゃあ次の写真ですが、お、これはなんだ？なんだなんだなんだ？これは、そのサークルのメンバーの方に、今年の誕生日になんか居酒屋さんでサプライズでお祝いしてもらった時に食べたものですね。あ、ケーキ。はい、なんかケーキ、アイスクリームが乗ってるプレートにそのチョコでのハッピーバースデーって書いてあるんですよ。またスヌーピーも可愛く書いてね。あ、そうなの？上の22歳って言って、22歳のその部分ですか？はい、ね、なんか持ってきてくださいって頼んでくれたっていうことなんですけど。なるほどね。あ、でもいいね、これ嬉しかったでしょ。はい、すごい嬉しくて、全然、その日に、ハマコンって言って、はいはい、あの海で
バーベキューをする会があって、その日私がちょうど誕生日で、その時にもそのお祝いしていただいたので、その後の飲み会は何もないだろうなと思っていたら、これやってきたので、びっくりして何も言えなかったです。いやそうか、でもまずゴルールとか、はい、でもなりましたけど、ひってごまかしました。そこはもう何も見せていただけないですね。ということで、いろいろ友達からそういうね、のありましたよ。これは今度は、これは地元のメンバーなんですけれども、山形のお友達、そうですね、高校生の同級生なんですけど、毎年大体同じメンバーで、夏休み、冬休み、みんなが帰省する時とかに集まってますね。みんなここに今おられる方たちもそれぞれいろんなところで学生として、そうですね、東京だったり、地元残ってる子もいますし、仙台にいる子もいますし、中にも海外にいる子もいますね。海外の学校に行ってる子、留学してアメリカに行ってる子がいます。すごいね。じゃあそれがもう山形市に集結するわけだ。そうです。その盆と正月、大体見られる盆と正月。もう高校卒業してすぐそういう会が出来上がったんですか？そうですね、なんか高校時代にも仲が良かったんですけど、その仲が良かった中でやっぱり最初に集まったのは、卒業してすぐのゴールデンウィークの時がやっぱりみんな寂しい、ちょっとホームシックになりながらみんな帰ってきてね。そういう時に集まったメンバーがそのまま引き継いでる感じです。なるほどなるほど。いやいや、そこそこ、それでもやっぱり、帰っていく楽しみというか、それぞれが、行けばまた見てんじゃないぞ、みたいなね、すっごい生き生きした顔しますからね。会うと、帰ってきたなって思えるっていうか。じゃあ、これで4年生の学校生活が終わってね、戻ってこられる人はたくさんいるのかな？そうです、でも結構関東に行くって言ってる方が多いですね。そうか、やっぱりね、就職となると、自分の希望する場所で働けるとは限らないもんね。そうか、でもいい会ですね。これ毎回、あれかな、盆と正月は。ね。そうですね。社会人になるとなかなかね、それも難しいかもしれないけど、ぜひとも続けていただきたいですね、これね。ね。で、毎回その撮った写真は、ここに送ってください。ね。さあ。続いての写真でございますが、こちらがですね、野営中でございますか。もう見てね、バーベキューです。これは新潟ではなくて地元のお友達で、山形の、これいつもその毎回帰るたびに会うメンバーで、バーベキューをした時の写真ですね。いいね、なんかもう本当仲良しなんだね。はい、すごい仲いいですね。当然焼くのはあれですね、米沢牛ですね。米沢牛はちょっと高いんです。高いね、高いね。米沢牛高いですよね。ぜひ米沢牛でバーベキューができる時が来るといいなと思うんですけど。頑張ります。保険がっつり。ね。いや、でも友達の中で一人ぐらい社長が出てね。はい。ね。それ社長呼びがいるんですよね。そうなの？何？家を継ぐ。そういう人大事にしよう。お盆か、お盆に集まった時計を目覚まきるとお願いしたいと思います。いいですね、こういう頼みがあるね、すごくいいですね。さあ、それでは続いての写真になりますが、これはね、当てちゃうかな。花火です。当たり目か。場所ですよね、場所。こういう上げ方をするのは長岡です。はい、そうです。上がり長岡花火、でもうまく撮ったね。いや、でも何枚も撮ってやっと撮れた感じで、花火って本当難しいですよね。長岡の花火はずっと見に、そうですね、新潟に来てからは毎年行けたので、一回も欠かさず、はい、毎年行けたので、それがすごい自分の中で思い出に残ってて、行くたびに去年こうだったなとか思い出せたりするので、思い出の場所になりましたね、長岡が。そうするとあれだね、8月のね、1日、2日、3日、あの辺は、
予定あったとこだけなんだね。そうですね、来年も仙台からですけど、うん、行きたいなと。すごいね。向こうからでもほらツアーバスみたいなのありますからね。そうですよね、うん、確か来年土日なんですよ、ちょうど。あ、はい、恐ろしいことになりそうですか。ね、恐ろしいですけどね。そうですけど、ぜひ来てくださいね。はい、ね、行きたいと思います。うん、一回見るとね、もうやめられないって言いますよね。うん、本当に感動して、うん、私それまで花火大会って1、2個ポンポン上がるのが普通だと思ったので、こんないっぱいわがままって初めて見たので感動しましたね。あ、そう、河川敷にさ、あの、ダーン食べるもんね。本当に一個の芸術品みたいな感じで。ぜひともあの向こうに行ったら、ね、はい、あの宮城の人にも、はい、やろうかな、花火が縁でさ、はい、みたいなね。ですね、一回も見たことない人連れて行きたいなと思います。いいね、いいね、いいね、うん、ぜひぜひツアー組んで、はいはい、お願いします。新潟漫才みたいな、はい、うん、はい、これはですね、はい、まあ、一応字は読めるので読んでみたいと思うんですけど、はい、平成ジャンプ、はい、平成ジャンプね。平成ジャンプ好きなんですか？平成ジャンプ大好きで、ツアーのライブにも行ったんですよね。すごい好きで、でも平成ジャンプってさ、新潟なんか来ないから。あ、来ましたよ。え、嘘、いつ？はい、今年も来ます。今年来ました。全然知らなかった。来たんです、ときメッセに来てて。あ、まあ、今年というか去年ね、はい、去年ね、ときメッセに来てましたか？はい、来てました。行った、来年とかも行ったんですけど、うん、なんかちょっといろいろあって入れなくて、はい、チケット詐欺にあったんですよね。チケット詐欺にあったんです。あ、ブッキングしちゃってたとか。あ、なんか、うん、なんかその場で渡すっていう約束をしたんですけど、うん、その人に会えなくて、うん、行けなかったんです、うん、それは何、代金も支払い済みで？そうですね、代金はなんか言ったら返してもらえたんですけど、うん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 、お会いできずにみたいな。はい、あ、まあそれはまあ良心的というか本当詐欺ではなくて、はい、あの会えなくて渡せなかったっていうことになるのかな。なのかな。うん、まあね、人は善意で生きているって、はい、まあ、仙台にも行きました、仙台のライブに。ああ、そう、はい、うん、仙台とかまあ大きいところでしかやらないよね。そうですね、ジャニーズさんはね、はい、うん、ねえ、そっか。何、平成ジャンプがファンだったのバレーボールからですか？そのことない。いや、違います、うん、もう前から狙ってた。いや、なんか年下が好きで今は明かされる、ちょっと隠れた気持ち。年下好き、はい、とかちっちゃい子が好きなのが延長戦なんですけど。ちょっと待って、ちょっと待って、あのね、大きさが違いすぎ大きさが、ね、違いすぎです。可愛いなっていう気持ちで、応援したいなみたいな感じで。あ、なるほど、母性をくすぐられたんですね。はい、そうです。だから普通のジャニーズファンの人と感覚がちょっと違うかもしれないです、うんうんうん、かっこいいみたいな感じではなくて、うん、頑張ってるね、なんか頑張ってるなみたいな、うん、だったら応援してあげようか。そうね、そんな感じになるわけだ。はい、いやー、そうかそうか。でも平成ジャンプって何人組でしたっけ？10人なんですけど、1人今ちょっと謹慎処分中で9人です。はあ、まあその、まあ、詳細についてはいいんですけどですね、はい、その中で誰の子なの？中島優斗くんです。中島くん、どんな子だっけな。身長がすごい高くて、高くて、はい、モデルもやってて、へえ、雑誌のなんか雑誌にも出てて、うんうん、モデルさんもそれでやっている子で、ドラムしたり、ドラム叩いたりする、はい、すごい多彩な子です。わ、今度ちょっとチェック入れてみます、ね、はい、あ、なんか大、うん、あの人気だったドラマの半沢直樹にも、はいはい、出演してまして。俺半沢直樹ね、はい、最終回しか見てないんですよ。あ、そうなんですか、うん、一期、うん、1話から5話までのところで出てた、出てます。あ、じゃあ見直してみますね。そろそろ出てるから。うん、さあ、それでじゃあその平成ジャンプで応援したい、そのなんか可愛らしいっていうか、うん、うん、子が好きということですけど、はい、好きな男性のタイプとしてはやっぱりそういう人がいいわけね。はい、そうですね、どっちかというと可愛らしいというか、うん、なんか頼りにしたいっていうよりは、うん、頼られたいというか、頼られたいとまで今の頼られたいこの。ああ、そう、はい、そうするとさ、なんかこう何でもしてあげちゃおうかなっていう感じになりますか？でも、うん、まあ、そこら辺はしてあげたいなって
ていうことはしますけど、うん、そんな何でもかんでもっていうわけではないですかね。なるほど、なるほど、なるほど。何もかんでもというわけではない。甘やかしはしないです。いや、今のね、一言で、ちょっとね、小さめだったけど、甘やかしはしないですね。グッドです。大事なことです。はいはい、甘やかしすぎは男性をダメにします。はい、そうですね。そうです、ね、でも甘やかされてみたい気もします。そうすると、そういう人とこの大学生活でお巡り合いにおなりになりましたで、はい、なられましたでしょうか。彼氏はいます。あ、いや、それこんなね、あれですよ、可愛い子がね、やっぱりここへ来てね、彼氏がいないって言ったら、それはちょっと夢の大学のね、男子の学生たちに、ね、私は文句を言って、お前たちはね、見るのがない、水道から出てるんじゃないの。まあ、そういう話になるんですけど、まあ、このね、4年生になって、まあ、高村さんの時は、まあ、就職活動で12月からだっけ。そうですね、12月から。解禁が。はい。うん。どうでした、去年のその就職活動なんかさ、うん、してて。はい、すごい不安が、最初はいっぱいだったんですけど、うん、なんか、もういろんな説明会などに参加するにつれて、うん、なんか、その、企業によっても、うん、自分に合うな、合わないなとか、そういうのが分かるようになってきて、うんうん、私本当に最初何していいか分からなかったんですけど、うんうんうん、その12月に初めてからやっとあこういうのいいなっていうのを発見してもそんなに遅くないというか、うん、結構意外と見つけることできたので、うん、なんか不安に思ってる人もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、うん、そこは多分だんだん見つかっていくかなと。大丈夫だと、はい、まあ、スタートダッシュがある意味大事だということでね、うん、そうするとやっぱり長い期間をかけて、うん、いろんなところをやっぱり最初にずっとね、はい、見た上で、うん、どん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 こうふるいにかけていくっていうのだけど、はい、本当にやりたいことを見極めていくっていう、うん、はい、まあ、今ね後輩へのアドバイスとしてそんなふうなメッセージをいただきましたけれども、はい、さあそれでは今度自分がですね、はい、逆に、はい、社会人になってこんな社会人になりたいな、はい、こんな風に仕事に取り組みたいな、うん、そんなのがあったらぜひどうぞこちらのカメラに向かってよろしくお願いします、はい。私は保険会社に就職するということになったので、やっぱり保険っていうのはその 人にとってすごい大事なものなので、うん、なかなか気軽に買うものでもないですし、うん、そういうのを買っていただくためには信頼を得ることが一番だと思うので、うん、信頼されるような社会人になりたいなと。なるほど。今ねこうやってお話ししててもすごくその高村が柔らかい、うん、柔らかいという表現がまあ適当なのかどうか、うん、ねちょっと僕もあれなんですけど、ただすごく話をしていて、安心ができる、うんうん、それから本当にこう何でもこうね話ができるような感じを受けているのですが、どうですか、お友達なんかの相談なんかよく来たりとか。相談が結構受ける方が多いかもしれないです。自分からはあんまり相談しない。そうですね、なんか割と自分が相談するのはちょっと苦手っていうか、うん、あるんですけど、うん、聞く側が多いですね。やっぱりでもそれの時点でもある意味その土台はできてね、社会人になる前にその友達とのその関係でも友達から信頼を寄せて相談を受ける立場というね、素晴らしい。そうだと思いますよ、間違いないと思います、はい。ということで、まあ、以上のお話を伺ってもらいましたが、次回ご出演していただくお友達なんですが、もうお決まりになって、はい、おありがとうございます、はい。さあ、それじゃあそのお友達をちょっとご紹介いただきたいんですが、はい、お名前と、はい、それから学校名、はい、はい、ぜひとも。私と同じ新潟大学の大橋沙織さんにお願いしたいと思います。大橋さん、はい。高村さんと大橋さんの関係は、はい、同じ研究室で学科も一緒なんですけど、なるほど、はい、全然なんか友達になってっていう関係です。わかりました、はい。それじゃあどうもありがとうございました。はい、それじゃあさようなら。